おはようございます。今日はグルテンフリー、デイリーフリー、ベジタリアン、ビーガンという言葉について少しお話ししたいと思います。ワンホリに来て、回転寿司やあと日本食レストラン、カフェで働いててよく聞くこの、言葉なんですけれども、まずグルテンフリーっていうのが小麦タンパクを食べないということらしくって、でお寿司屋さんで働いてる時は、ほぼグルテンフリーなんじゃないかなって思うんですけど、その中でも醤油がグルテンフリーとグルテンフリーじゃないのがあって、小麦醤油作るのに使ってるんかなって思ってたんですけど、調べてみたら、私知らなかったんですけど、醤油の主原料は大豆と小麦と塩らしくって、だからここに小麦が入ってるから、グルテンフリーの人はグルテンフリー専用の醤油じゃないとダメっていうことが、最近知りました。だからお寿司に照り焼きソースかけてたりとかもするんですけど、そういったのにも照り焼きソースにも醤油が使われてるんでダメってことになりますね。だからオーダーするときは照り焼きソース抜きでとかいうふうに頼みます。で次にデイリーフリーなんですけど、これちょうど昨日注文があって、グルテンフリーでデイリーフリーでお願いしますっていうのがあったんですけど、牛乳やチーズを食べない人のことらしいです。なんでお寿司とかだったら結局チーズを使ってなかったら、大丈夫かなっていう感じですね。ただデイリーフリーのついでにマヨネーズも抜きでっていう人もたまにいてるんで、多分デイリーフリーとは関係ないんですけど、マヨネーズ抜きで注文される方も結構多いです。次にベジタリアンですね。ベジタリアンは肉や魚を食べない人たちのことで、例えばうどんを、回転寿司屋さんにうどんを頼むときに、かまぼこが入ってるんですけど、通常であればただそのかまぼこは抜いたりだとか、あと最後にビーガンなんですけれども、ベジタリアンの人が肉や魚を食べないっていうのに加えて、卵、乳製品、蜂蜜なども食べない人たちのことを言います。なのでビーガン、私はビーガンなんですって言われたら、肉や魚はもちろん卵、乳製品、蜂蜜も抜いて作れるものを提供するような形になります。ちょっと今日は短いんですけど、隣のそんな、ここ今家の庭にビデオを向けて撮ってるんですけど、隣の庭で多分何かを始めたので、ちょっと音がうるさいので今日は終了したいと思います。皆さんいい一日を過ごしてください。